ようこそ硬質ラボへ。皆様こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画では愛子さまが大学で取り組まれた卒業論文テーマに関して詳しく解説してまいります。さらに愛子さまの学問の世界での成果やその影響力についてもしっかりと考察していく予定です。どのような研究が行われているのか、そしてその研究がどのような影響を与えるのか、興味深い内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。学習院初等科の学校誌で執筆した歴史上の人物。4月5日から10日にかけて天皇ご一家はご静養のため栃木県の御料牧場を訪れられ、お互いの絆を深める仲睦まじい様子が多くの国民の心を温かくさせました。このご静養で特に注目を集めたのは何といっても愛子さまでございます。ご両親が楽しそうに笑顔を交わされる姿を目の当たりにされ、愛子さまも思わず笑顔がこぼれました。その様子からはご一家がいつも笑顔に満ちた暮らしをされていることが感じられます。愛子さまは学習院大学に進学されてから感染症の影響でリモート授業を受けられていましたが、とうとう4年生になられた今年の春から実際に大学に通って語学友と一緒に授業を受けられるようになりました。最終学年の今年は卒業論文の執筆に多くの時間を割かれることが予想されております。成績優秀であることが知られている愛子さまはどのような分野に興味を持たれ、どのようなテーマで卒論をまとめられるのでしょうか。愛子さまの知的好奇心の軌跡から学生としての現在まで学ばれてきた世界を見てみたいと思います。学習院初等科では生徒たちの作文や詩、研究レポートなどを掲載する「小桜」という学校誌が年に一度発行されています。過去には三島由紀夫が初等科に通学していたこともあり、歴史ある文集です。愛子さまも初等科卒業直前に配布された「小桜」の紙面でご自身が執筆された研究レポートが掲載されています。それは平安時代中期に朝廷の政務を行っていた中心人物である藤原道長に関する歴史研究です。まだ12歳の愛子さまが知る人ぞ知る歴史上の人物に興味を持たれた理由は何だったのでしょうか。平安時代の文学に対する衰えない好奇心、その好奇心を持つきっかけとなったのは授業で藤原道長が書かれた「御堂関白記」に触れたことでした。実は愛子さまは以前新聞記事で「御堂関白記」がユネスコの記憶遺産に登録されたことをお知りになり、一度実物をご覧になりたいとお考えでした。その機会は6年生の夏休みに訪れました。東京国立博物館で開催された特別展「和洋の書」展において愛子さまは「御堂関白記」を直接ご覧になりました。古い日記がよく保存されていることに驚かれた愛子さまは藤原道長について詳しく調べ、4ページのレポートにまとめられました。その内容は小学生とは思えないほど専門的で、藤原道長が権力を握った方法にも触れています。それは自らの娘を天皇に嫁がせ外戚関係を築くことによって宮廷の最高権力者である摂政や内乱の地位に就かれたと記されています。平安時代の権力構造を理解していた点から愛子さまの賢明さがうかがえます。さらに学習院女子高等科に進学されてからも
平安時代の文学への興味は衰えず、卒業レポートでは平安文学に見る猫や犬と人との関わりについて綴られました。愛子さまは動物愛護の意識が高く、御所で幼少期から保護動物である犬や猫をお飼いになっていたこともあり、源氏物語や枕草子に登場する犬や猫と人との関係に興味を抱かれました。愛子さまのレポートは学校側の基準である400字詰め原稿用紙30枚の倍近い分量で執筆されたほどの力作だと言われています。さまざまな時代の文学作品を網羅的に学ばれている。学習院大学では文学部日本語日本文学科に進学された理由について青年の記者会見で次のようにお話しされました。私は現在学習院大学の文学部日本語日本文学科に在籍しております。平安時代から昭和初期にかけての多様な文学を通してさまざまな考察を深める授業であったり、紀行文を民族学的な視点で読む授業などを履修しております。関心のある分野は未だ模索中といったところではございますが、以前から興味を持っておりました源氏物語などの平安時代の文学作品、物語作品をはじめ古典文学には引き続き関心を持っております。相変わらず古典文学への関心は高いことがうかがえます。21歳のお誕生日に宮内庁から発表されたご近況では、源氏物語や新古今和歌集、奥の細道などさまざまな古典を学ばれていることが明らかにされました。新古今和歌集は鎌倉時代の作品で、奥の細道は江戸時代の作品です。愛子さまがお話になった通り、平安時代から近世にかけてさまざまな時代の文学作品を網羅的に学んでおられるようです。実はここで天皇陛下との共通点が見つかります。それは奥の細道です。陛下のお書きになられたテムズと共にで語られる道や旅への憧れ、陛下は初等科高学年の頃に松尾芭蕉の奥の細道をお読みになりました。それがきっかけで旅と交通への関心がさらに深まったとおっしゃっています。陛下がお書きになったテムズと共にでは、その出発点が詳しく記されております。初等科在学中、当時お住まいだった赤坂御用地をお散歩されていた際、偶然奥州街道と書かれた標識を発見されたことから、鎌倉時代の奥州街道が御用地内を通っていたことを知られました。そもそも私は幼少の頃から交通の媒介となる道について大変興味があったことに、外に出たくともままならない私の立場では、たとえ赤坂御用地の中を歩くにしても道を通ることにより今まで全く知らない世界に旅立つことができたわけである。私にとって道はいわば未知の世界と自分とを結びつける貴重な役割を担っていたと言えよう。陛下のテムズと共により、世界中に広がる道への憧れが陛下に想像力という翼を授け、あらゆる場所へと旅するご自分の姿を夢見られたことでしょう。まさに自由への絶望といえます。奥の細道は俳句による紀行文学の頂点であり、芭蕉が表現した旅情は自由への道しるべとなっていたに違いありません。愛子さまも陛下と同じように現在奥の細道を他の文学作品と共に学ばれていると伺っております。おそらく陛下からご紹介いただいてお読みになっているのでしょう。月日を旅人に例えた芭蕉の冒頭の一節が
陛下や愛子さまにどのような示唆を与えたのでしょうか。お二人にとってそれぞれの心に響くメッセージがあったことでしょう。理解の手助けとして陛下が愛子さまに卒業論文のアドバイス、平安時代の雅でありながらどこか風情豊かな恋愛物語である源氏物語と男女の恋模様の歌が半分を占める古今和歌集、そして鎌倉時代に編纂された新古今和歌集も、思い通りにならない恋の歌や季節の移り変わりと人生の喜怒哀楽が読み込まれています。これらの古典文学の奥深さを理解するには愛子さまにはまだ少々お若いかもしれません。しかし奥の細道については陛下と同様に愛子さまの想像力を大いに刺激し、訪れたことのない町や街道の今昔に触れることができるでしょう。また学習院大学史学科を卒業された陛下にとって道をめぐる歴史の旅の話題はお得意な分野であり、愛子さまと熱心にお話になられていることでしょう。愛子さまの卒業論文のテーマが何になるかはまだ分かりませんが、現在も学習院大学をはじめとするさまざまな図書館で卒業論文に向けた資料を集め、考えを巡らせていらっしゃることでしょう。そして陛下もまた最も近くでアドバイスをお与えになり、理解の手助けとして愛子さまの力になられていることでしょう。いかがだったでしょうか。知性あふれる愛子さまの卒業論文テーマ、その選ばれたテーマから学問における深い洞察力と影響力の発揮が期待されます。この卒業論文が今後のさまざまな研究や活動にどのようにつながるのか、皆様も胸を膨らませてお待ちください。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対して、いいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回、またお会いしましょう。